おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。今年の夏も各地でプラレールのイベントがあったので、いろいろな人にお会いできました。イベントは大体広いところでやるので、大きなレイアウトになってしまいます。しかし家では同じように大きなレイアウトを作ることはできません。ということで、今回は小さな場所で、立体で、複雑なレイアウトを、作ってみたいと思います。では、行きまーす。大きさは1畳くらいを目安に作ります。1階部分に折り返しができるようにレイアウトを組みます。2階部分に1階と重ならないようにレールをつなげます。3階部分で坂曲線レールの B を使います。4階部分のレールをつなげ、5階部分でまたも坂曲線レール B を使います。6階部分は他の階と同じにならないように坂曲線レールをつなげ、7階部分は外側にレールをつばげていきます。8階部分はさらにぐるぐると曲線レールや坂曲線レールをつなげ、9階部分で折り返すレイアウトを組みます。10階部分に単独のレイアウトを組み、11階部分に大きな鉄橋を入れたレイアウトを作ります。最後に、レールと橋脚で作る球体を、レイアウトに組み込んで、その上に丸いレイアウトを組み込めば完成です。あとは架線柱を設置したり、少し前に買った東京タワーを、レイアウトに入れてあげれば、複雑で立体のあるレイアウトの完成になります。それでは最後に走行動画をご覧ください。